はい、皆さんこんにちは、鈴木義弘です。今回の動画なんですけども、正しいレジステッド孵化槽のやり方についてですね、解説紹介をしていきたいと思います。まあ、レジステッド孵化槽というとですね、まあ皆さん、まあスウェット槽でしたりとか、バンドないしロープを使って引っ張ってもらうっていうね、動作トレーニングをやったことがね、中にはあるかと思うんですけども、まあ、僕がですね、競技場とか行かせていただいて、まあいろんなですね、そのいったレジステッド孵化槽の動きを見ているんですけども、大半の人がやり方が間違っています。はい。まあ、どう間違ってるかっていうのはですね、この後まあ紹介解説をしていくんですけども、なんで孵化槽、まあ孵化ですね、孵化をかけるのかっていうところなんですけども、普段よりも力を入れて前に運ぶという動作をしたいがためにですね、孵化をかけていくっていうことをしています。今ですね、動画を出すんですけども、こういった形で孵化をかけながらですね、走っていく、短いショートダッシュを繰り返していく。で、どんどん重くしていって、負荷を強くしていって、まあ、筋力をつける。そして爆発力を高めるっていう動きをしていきます。過去の動画でも紹介をね、しているんですけども、どこをどう間違えているか、何がいけないのか、じゃあ何が正しいのかっていうのをですね、まあ、これからやっていくんですけども、レジステッドの正しい目的としては、まあ、先ほども話した通り、軸をですね、前に進ませるっていうことが一番最重要になります。なんですが、やはりですね、皆さん、その負荷をかかった時に、まあ、重いですので、力の方向性っていうのを叩く、こっち側ですね、叩く方。こっち側にですね、一生懸命皆さん叩いて進もうとしてるわけですね。ぐっ、ぐっ、ぐっ。そうなってしまうと、まあ、やはり、僕自身がですね、こう解説をしてくる通り、走る上でプッシュですので、プッシュをしなければ軸は進みません。理論からですね、当てはめていくと、今も言ったように前足で叩いてしまうと、まあ、早く動かしているから進むは進むんですが、まあ、軸自体の進みも甘いですし、ピッチですね、足の回転を早くしなければ、やはり進むスピードっていうのは遅くなります。レジステッド、負荷をかけた時に、早く走るっていうのは、やはり必要ないんですよね。先ほど話した通り、軸を進めたいっていう形ですので、まあ今動画をバンと出しますけども、まあ歩きながらですけども、あと分かる通り、前足は頑張っていません。大事なのは、後ろ足で押し切ることによって、前に運んでいく。軸が進んでいく。その負荷をかけた時に、お尻にですね、刺激を入れる、お尻から使うプッシュをして軸を運ぶという意識づけをしていくということが重要になってきます。でですね、今レパートリー的にですね、まあ、まず歩くところからしっかりと押す、押し切る、プッシュをするっていう意識づけができましたら、まあ、今度はですね、スキップをやってみてください。でスキップでも同じくですね、まあ、リード足、誘脚も使うんですけども、接地足で押して上がるっていう動作ですね。こちらをできるようにしてください。まあ、押し切って斜め前に運んでいくっていうことですね。続いてはね、もも上げをしていってください。で、もも上げはですね、これも力の方向性的にはですね、こちらではなく、先ほどの歩きと同様なので、上げる意識で最終的に接地足で押して上がっていくよ。ぐっ、ぐっ。こちらはですね、重要になっていきます。無理に早く進ませるのではなく、プッシュをかけて軸を運んでいくっていう意識がものすごく大事になってきます。上半身の傾きとですね、膝上げる方をしっかりと意識して、前に運んでいくよっていうことをしていきます。で、ここですね、負荷かけすぎてしまうと、やはりどうしても地面をね、叩く方に力が入ってしまいますので、あくまでも、まあ、少しね、緩めてあげて進ませる、前に運ぶっていうことを丁寧に行ってみてください。これらがね、できてきましたら、まあ実際今度はですね、まあスタート6歩間だけプッシュですね、そこを意識して運ぶってことをやってみてください。大げさにですね、運ぶです。先ほど話をした通り、早く動かすのではなく、大げさに前に膝をしっかりと上げていく。その中で、さっきも言ったように、後ろ足、接地足がですね、プッシュかけていければ、前に軸が運ぶという形になりますので、そういったね、動きでやってみてください。スレッド層をね、やる場合は、まあ今のところでもですね、まあ、スタンディングブロックを使ってしまうと邪魔になってしまいますので、まあそこはね、なくてもいいかなっていうふうに思います。で、二人一組でね、やるような、こう、ロープとかですね、バンドとかタオルを使ってやる場合は、まあ後ろの人がですね、気をつけて転ばないように実施をしてみてください。はい。てな形ですね、まあ今回は正しいレジステッド、孵化槽のやり方っていうのを紹介、解説をしていきました。過去動画にですね、スレッド槽の部分でも、
取り上げていますので、そちらもですね、合わせてご覧いただけると、より理解も深まると思いますので、そちらも合わせてご視聴ください。間違ってはね、いけないのは、負荷をかけられている状態で、早く動かすのではなく、軸、重心をいかに前に、進行方向に運べるかどうかっていうのを考えてもらえると、その負荷層、レジステッド層の意味が出てきますので、ぜひですね、その部分を考えてトレーニングに取り組んでみてください。という形でですね、今回の動画はこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。